はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日は何やっていこうかというと、第1回、ニコニコ動画の終始大発表会ということで、やっていこうかなと思います。前回ね、終始関連のね、動画は上げさせてもらったんですが、10円でしたよ、終始が10円でしたよっていうね、残念な動画をね、出していましたけど、あれはね、その動画でもね、話していましたけど、要は、その、がっつりとね、仕込んで、できた収益が10円ってわけじゃなくて、その、月のね、その、更新のタイミングの兼ね合いで、ほぼほぼね、その投稿が入ってなかった時の、してなかった時の、分が逆算して、ちょろっとね、入ってくるのがあったんで、それがね、たまたまミニマムの10円でしたよ、というような、オチだったということでございますね。で、その後ね、本格投稿を始めてからね、本当はね、月1でね、こういったね、定期的な発表会やろうかなとも思ってたんですけど、ちょっとすいません、こっちの方のね、うちの方が忙しくて、なかなか、そういったね、段取りが、組めてなかったので、今回からね、定期的にやっていこうと思います。まあ、1ヶ月に1回か。まあ、でね、その良かった動画、のんびりの良かった動画、悪かった動画とかもね、じっくり精査しながらね、やるような。まあ、完全に、なんかどっから聞いて、ね、YouTube の方だとね、聞いたことあるよ、それっていうね、ちょっと、緑の髪の方がね、やってるじゃないかね、リンゴとかね、1リンゴ、10リンゴとかってね、やってる、あれ、そのままやないですね、っていう感じがね、しなくはないんですけどね。まあまあまあ、ニコニコの方だとね、そういうのやってる方もいないですし、逆に言うとそのニコニコってどういう感じなのかなっていうのがね、気になる方が見ていただけるかなと思ったんでね、うちの方でもやってみたいと思います。で、今回は、ですので、8月と、9月か、7月が10円のね、やつですね。でしたんで、8月と9月に、振り込まれてきた分と、いうことでございますね。それを、発表していきたいと思います。よろしくお願いいたします。おっ。さあ、ニコ動の方にね、やってきましたけど、どんな感じなのかなっていうのはね、まあ、結構ね、一発でわかりますもんでね、それをね、もうドドンと見ていきたいと思います。まずね、クリエイターの、ニコニコモンズのね、どうだ、コモンズの、ところから、クリエイター推奨プログラムね、ここを押したらもう一発で見れますよってことでね、さあ、どんなもんがね、入ってるか、皆さん予想どれぐらいでしょうかね。まあ、ちょっと、パーっと、ニコドリのところパーっとね、書き込んでもらってね、書き込んでくれるほどね、人が来てくれたらいいんだけどね。やっぱね、最初のうちはね、の書き込みがね、一つ一つ。全部ね、一応、まだ今は把握できるんで、ニコ動の方も。YouTube の方はね、返信通知とかっていう形で来るんで、まあ、あれも多分ね、何時通とかってなってきたらもうね、通知機とかないとね、もう夜中もピッコンピコンだなってね、引きなしになっちゃうんでっていう、感じになるんでしょうけど、まあ、うちの場合でしたらね、週に一回、コメントが入るかどうかとかっていうね、レベルなんて全然ね、ガイドもらうと見ていきますし、ニコ動の方は、そんなね、コメントが一時、通知ってね、できませんからね、コメントに入る量が全然違うんで、YouTube と。基本的にはね、全然比率違うんですよ。で、いうのがあるんで、難しいところなんですけど、今の段階だと、まだ、その、コメントが入ったやつが上に上がってくるとね、コメントが正しい順でね、そうとしてあればね、ああ、ここから見てないやつやなって、すぐわかるぐらいのね、量なんでね、まあ、これもね、見れる限りはね、ぜひガッツリとね、見ていきたいなと思ってますんでね、ぜひね、皆さんもね、コメントね、してもらえたらいいかなと思うんですけど、そんなことではないです。今回の本題はね、そのクリエイター推奨プログラムでね、実際にどれくらい収益が入ってきたのかをね、見てみましょう。あ、ちなみに YouTube の方はね、当たり前ですけど、ゼロなんでね、もう全くくれませんけどね。まあ、一応その、動画の分析みたいなのをやりましょうか。アナリティクスの分析みたいなのをやってみましょうか。ということでございますね。どこまで出していいんだろうね。YouTube のアナリティクスということなんですけど。まあ、とりあえず、やるだけやってみましょう。どうせ底辺なんでね。ここが、ね、挑戦しなくてどこが挑戦するんだっていう形でございますからね。で、まずはクリエイター推奨プログラム、ね、見てみましょう。ではね、収益、公開、大公開でございます。どうも。どんと。まあ、すぐに出てくるんですよね、これ。ということで、所持スコアが、増えてますね。3665になりました。これがこの前は10になってました。20だっていうだったんで。で、今回は3665っていうことで、正確に言うとこれが、ですので、3ヶ月分ですね。その10ポイントだったところを回せると3ヶ月分。で、3665っていうことです。どうですか、これ。
これが多いと思うかどうかっていうところなんですけど、多分意外と YouTube やってる人でもあれと思ったと思います。犯罪いいじゃないかと思ってるんですが、私の感想はあれ思ったよりいただけたなっていうのは正直な感想です。で、内訳の方ね、ちょっと見ていきましょうか。どんな感じなのかなっていうのなんですけど、こんな感じで、今のところ3665になりました。こんな感じで、5月分がこのまま1つの10ポイントとかでなんですけど、内訳がね、どこで見れたっけな。このね、クリエイター推奨スコアなんですけど、っていうので見れますよと。こんな感じですね。5月分が10ポイント。で、本格投稿が始まったのがこの6月分ですね。8月1日に振り込まれてきている6月分のところが、実は1402ポイントと、入ってました。で、今回ね、7月分のところが2253ポイントという、結果になってます。ですね、先月は、2000点分ね以上、もらえてますよと。これで合計が、3665という形になっておりますと。ね、意外と、もう、あれですね、ということですね。ちなみにこれ、点数の内訳が見れるのかな。ちなみに5月だと、まあ、こんな感じで、プロモーションビデオもね、先に上げてたのがあったんですよね。それが、ちょっとね、いただけてましたよ、という形でございます。ということですね。ですので、まあ、2月に重なって、10ポイントと、いうだけだったんですけど、これが、6月分になってくると、どんな感じだったのかなというと、一番良かったのは、これか、西桑名駅は、東桑名駅の東側になるのかっていう、まさかのこれなんですね。なるほどなって、ちょっとびっくりしましたけど、これが、一番か、これ一番高い順のはずです。それで 9.8 点、8点ってなってるんで、これが、頭一つ抜けてっていうことで、多分コメントが入ったりとかすると、だいぶ点数に影響があるみたいな、なのでコメントを、募集してるわけですね。ここの前のところでそのコメントを皆さんここで入れてくださいねみたいな振りを作ってるのは、そういうことでございますね。ということでございます。ということで、だいぶそこから影響があるんだと思います。ですから次に来てるのも、11年ぶり再開。これも確かコメントが入ってましたもんね、っていうようなところとかですね。っていうので、そうすると、8点入ります。で、ちなみに、この作品っていうのが、いわゆるこの作品を二次創作で利用した場合にですね、ニコ動の場合は二次創作っていうのが、OK っていうのがもう大前提になりますよっていう、スタンスなんですよ。もともと、その、2チャンネルとかニコニコっていうのが、コピーライトじゃなくて、コピーレフト、思想っていうような、提案とかもしてたりとかね、いうのがあったりして、そういう中でやってるので、こういった感じになってますよということで、その小作品はね、全然まだ作られてないので、これはもうコンテンツとね、期間をね、増やしてね、地道にね、時間をかけてねっていうところなんでしょうけどね、13年やってて、またそんなこと言ってるのもどうなんですけど、なら13年前からコツコツやっときゃお前っていうね、ことね、自分、我ながら思いましたけどね、ただ、ちょっとふと思ったことあると思います。9点なんですよ。一番上が9点なんですよ。うん、で、いうふうに考えると、一番上9点で1400までいくんですよね。これやっぱし、ですからどういう感じなのかというと、8点がずーっと来るし、7点がわーっと来て、これやっぱりどんなあたりの方に勢を切るとか、やっぱそうですね。うん、このあたり、テンパイアになると結構やっぱばらけますね。うん、そこまで。傾向というのはですね、あんまやっぱこのね、理不尽な、エスカレーターは、ニコ動じゃない、YouTube だと今4万再生、5万再生とか言ってるんだったっけ、ちょっと待ってね、別画面でちょっと確認しますね。ね、今57,200再生っていうことなんですよ。ですので、まあ、うちの動画では一番、入ってるやつなんで、まあ、こっちでもね、それなりにやっぱ再生をされるのかなっていう感じですね。7点でザーッと来て、ということですね。で、ちょっと言葉したけど、ずらーっと6点とかガーッとあって、要は、完全に数値当たるようになってますよね。10まで来ても、4点とかがずらーっと殴って、ですので、いわゆる完全にチリツモですよね。で、これが、何作品あるの ?100 人200件、あって、とか、合計で、この月は何件あるの、200、220、
362本この期間のその対象になってるのがあるんで、それが要は3ポイントとか平均だから5ポイントぐらい稼いでる計算かな、平均5ポイントぐらい稼いでるんで、1点とかネットもね、積み重なって、結果的に、5ポイント、平均5ぐらいになってるのかな。そうすると362で割ったら、贅沢がないんだった。3.87 か、平均 3.87 ポイントってことなんで、やっぱ一つの動画でね、ガーンと稼いでるわけではないんですけど、完全にコンテンツ業で、一気に、こうやっていってるっていう感じですね。多分それが結局コンテンツ数が増えてるんで、その分、こっちの方の9月が良くなってるっていうだけなのかなっていう感じはしますね。で、4月分をパッと見てみると、どこが良かったのかなって見てみると、ビーガン食のやつが13ポイント稼いでますね。これも結構コメントでね、まあまあ、ちょっとね、軽く晴れるぐらいのね、やつになったんで、やっぱまあ、でも、それでも、やっぱそういう風になってくると、こんな感じでポイントが高くなってくるっていう傾向がありますね。で、ハリテラスは、あ、そうですね、これもコメントが入ってたりですね、その、もともとあった店が移転して、リニューアル移転したところがあり、前からお店時代がありましたよっていうね、地元の人が教えてくれたりとかっていうのがあって、それがコメントとかしてたんで、多分そのあたりもあるのかなという感じですね。ですからそういう風に入ってくるとやっぱり実験とか、ユタポンも、まあユタポン効果かな。うん。言うて、最近ずっとユタポンが荒れたところに今更な動画がたまたまね、上げた後にたまたま、例の、日本一周だったっけね、なんか、ね、でね、荒れたんで、それで多分検索が入ってきたんじゃないかな。ニコニコの方だとそんなにユタポンについてわーってやってるところがそこまでないですからね、YouTube ほど。まあ、多分そんなに、ああいう感じのね、ところにそこまで興味を持つ分野で、なんかコミュニティじゃないですからね、ニコニコは。うん。ということですね。っていうことかなと思って、これ、ね、片道切符も、長いですけど。ですので、どっちかというと、ですから、結構としてはこういった、短いやつでも全然違う。まあ、これまだ、その、完全にドンクリの背比べのね、段階のところなんでっていうのもあるかもしれませんけど、あまり動画の長さが、収益になったりというは、動画の長さよりも、短い動画でもコメントがわっと入った方のが、来るのかなっていうところはあるんで、逆に言うと、うちってどっちかというと、短い動画作る方のが得っちゃ得意なんで、そっちの方のがいいのかなと思います。その話はね、またちょっと、この後ね、撮ろうと思いますけどね、ちょっとそういった傾向分析とかもやってるんですよね。っていうことですね。というので、これはもうやっぱ87とかがわーっと積み重なって、これね、コスの下になるとかね、ありましたね。こんな感じで、その前に投稿したやつも対象にはなってくる感じみたいですね。確か11年ぶり再開は、これは8月じゃない。もっと前に、最初に再開しますって言ってあげた動画なんで。こういうのも書いてきます。これ YouTube と、この、ニコニコは、この、同じような感じになってますね。で、確かね、Facebook もちょっと試してみたことがあるんですが、Facebook も動画投稿ができるようになってて、メタですね。で、Instagram とそこのあたりとかと連動させて、一応広告収益をもらえるプログラムみたいなのがあるんですよ。で、ちょっと調べてみたんですけど、Facebook は投稿から30日以内の動画が、その対象になりますっていうことですね。ですから、古い動画は、そのカウントの対象にならないよっていうところがあるんで、それで更新をね、続けていかないと、いけないよみたいなところがあるみたいですね。ちょっと調べてみたらそういうことみたいです。ちょっと私も、ちょっとわかりにくかったんで、ちゃんとね、できてないんで、またね、詳しい方がいてね、いやいやいや、古い動画でも、ちょっと更新したことしたら大丈夫ですよみたいなのとかね、あったら教えてもらったらいいかなと思いますけどね。ちょっとあそこはシステムが、思ったよりも難しかったですね。っていうのが、ありましたね。で、これも6とかで、これが多分、どれぐらいまでいってるのかな。これあれ5点とかあるんだもんな。ここが一番、ケツか。566個、対象になってますよ、ということですね。1点以上入ったのが566作品と、いうことなんで、そうすると、566、3.98 なんで、
平均を言えばそこまで変わってないよと、いうことですね。ただ単純にもう、その対象、収益の対象になるコンテンツが300から560まで増えてるんで、それで、倍になってるんで、収益も増えてますよっていう形ですね。ですから結構やっぱし、そんなにポンとね、新作に入ったのがそのままずってなるというより、結構、構図という感じがあるっていうのは、ちょっと特徴としてあるかもしれませんね。まあ、もともと今、新しい動画を上げてなくて、古い動画でやってるんで、そのあたりも、そういう傾向にの影響があるのかもしれません。っていう感じですね。ですので、まあ、3665ってことなんで、いやー、結構、思ったより言ったんでね。まあ、ただね、ここでね、スコア交換っていう風にするとね、簡単に、こういった、交換もできます。現金交換だけはちょっと、ちょっと調べたけど、わかりかねましたので、またわかったらちょっと入れときます。現金くらからだったかな。まあ、それもちょっとコメントで書いてもらったら、コメントに入れてもらったらいいかなと思いますけど。で、それで結局、スコアの方を見ていくと30度くらいってことなんですけど、で、いろんなね、Amazon、現金と交換もできるし、ニコニコポイントだと関係で130ってことなんで、より高くなりますね。所有スコアが、3600なんで、これだから3000で入れると、まあ、3000で3900ポイントね。ですから、持ってるのは1ポイント単位でいけるんで、3665入れると4700ポイントになるってことなんで、4700円分のね、やつが使えるってことなんで、もうこれ結構大きいですね。ポイントにするとあれなんで、これが要はね、自分の広告とかにも使いまして、おっしゃる人もね、広告とかにも入れるたりとかも使えるっていうやつに変えることもできますよ、ということでございます。まあ、どっちにしろあれですよね、そもそも今、プラミアム会員登録、これ月525円か、でやってますけど、ですので、すごく元どこもない方をすると元は取りますからね。なんならこれ、ポイントに変換とかしておいて、セカンドショットさんとかね、伊沢しおりさんの C チャンネルとかやってるところがあるんですけど、あそこなんかのね、もともとあそこの、有料会員になってたんですけど、それなんかもね、いうのも、に使ってもいいのかなって感じでしますね。10点以上から1点単位でいくと余りますと、10点からにできますんでね、っていうのも大きいところですね。で、ニコニコポイントの場合はこんな感じ。あとは、よいしょ。Amazon のギフト券にも買うことができますよってことなんで、これはいくらだ ?1000 円入れると20円。ですから 2% ね、プラスで入ってくるってことなんで、なんなら手数料を取られて引かれるのかと思ったら、なんなら増えるっていうね、ありがたいですよね。まあ、このあたりも要は、キャッシュレスだと、そのあたりの、手数料がかからないんで、その分ね、有効に使いますよっていうことみたいです。まあ、Amazon と変えれるんだったら、ですから、今持ってるのを、フルに変えたら3740円分なんで、ちょっといいもの買いますもんね、っていうことなんで、せっかくなんでね、ちょっと貯めて、なんか、せっかくならね、撮影機材とかね、そういったところにね、使っていきたいなと思いますんでね、このあたりもね、ちょっと聞かれるから、もしくはね、動画のネタに使うね、小道具とかね、そういったようなものね、を、使うのに使ってもいいのかなという感じが、しますんで、Amazon だったら大体今何でも買えますからね、うん。っていうことなんで、いいなという感じでございますね。1ポイントとか、まあ、単位でね、できるのはありがたいでしょうね。というような感じでございましたと。いうこと、収益はこんな感じということでございますね。で、この後、ちょっと一回、キャッチを挟んで、実際にね、動画の再生動画とかをね、見て、もうちょっと詳しい解説をしてみようと思います。